新カラクは、金伊佐夫の武小説、初見をなだろくに登場する架空の人物。金伊佐夫作品運発の主人公。半身秘密結社、ベニバナ海の二代目総打手。平素は、書生の姿をしているが、天地海峡演士、大空の下で一流の武功を身につけている。温像師らしく性格は穏やか。ある日、打倒すべき、漢民族の敵である、剣竜邸が、 実は、漢民族の生まれで、自分の実の兄だと知り愕然とする。その後二人は交流を重ね、お互いを認めるようになる。そして陳家楽は、拳流帝に満州族を追い出して、漢民族の王朝を復興させるよう説得を繰り返していく。二人はとりあえず兄弟の女王を考え、互いに殺さないという誓いを立てる。その過程で、陳家楽は、 ウイグル族の美女、コチントンや高校講師に出会い、恋に落ちる。しかし兄弟、仲間、恋人、大義など、愛入れない思いの狭間で、チンカラクは苦悩することになる。初見をがだろくから数年後、チンカラクは、引きつね外伝にも登場する。こちらでは、中原を去っていたが、個人の墓参りに再び、中原を訪れたという設定。この時、チンカラクの外見が、 副公安に似ていたため、引き継げ外伝の主人公、小アキラから襲撃を受けている。ただ、誤解が解ければ、小アキラとは和解し、小アキラに協力している。金伊佐の故郷である海、安市を中心に伝わる、県流帝漢人説を下敷きにしている。ありがとうございます。